第10の級摩訶地球へ突入した聖夜たち。しかしそこにゴールドセイントの姿はなかった。聖夜たちは一気に級を駆け抜けようとする。だがその背後から不意をついて、ヤギ座カプリコーンのゴールドセイントシュラが恐るべき手刀で大地を深く切り裂き、シリュウと他の3人を分断してしまう。お前が摩訶地球を守護するカプリコーンのシュラ、他の3人のように飛べなかったところを見ると、俺が切り裂いた亀裂に恐れおののいたようだな。ふん、俺まで飛んでいたら今頃貴様の第二の攻撃で地の底へまっしぐらに落とされていただろう。ほう、仲間を無事に逃がすためにあえてこの場に残ったというのか。こしゃくな、後悔するぞ小僧。お前もアイオロス同様あの世に送り届けてやるわ。まさかお前がアイオロスを。そうだ、恐れ多くもアテナ殺害を試みたアイオロスに天誅を加えたのはこのシュラだ。シュラよ、13年前アイオロスが命に代えて守った赤ん坊こそお前が忠を尽くしているアテナ、その人だったんだぞ。バカな、アテナはこのサンクチュアリにおられるのだ。見えすいた嘘をつくな。だがお前はアテナの姿を見たことがあるのか。それは。ええい、黙れ口の減らない奴め。二度と喋れんように首を落としてやる。このシリュウのコスモ、全てお前に叩きつけてやる。お前の心臓を串刺しにしてやる。ファイト。エクスカリバー。一つ、なぜ俺たちの摩訶地球の中で。モザ昇竜派。ほう、俺の存在に気がついていたのだ。摩訶地球にある気高いアテナ像をお前らのヒケラどもに血で汚すわけにはいかんか。俺の鋼のように研ぎ澄まされた両手両足はゴールドセイント12人の中でも最強の威力を持っている。特に主砲はいかなるものも切り裂くエクスカリバーと呼ばれている。エクスカリバー。アテナ自らが与えた。アテナ、この一撃で切れる。サンクティアリに反逆を企てるお前たちを聖なる剣エクスカリバーで切る。昇竜派。ウィナー、最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。これぞ鍛錬の賜物。甘いぞ、そんな子供騙しの技がゴールドセイントのこの修羅に通用するか。そーら、ついでにクロスも全て剥ぎ取ってくれるわ。エクスカリバーの切れ味を思い知るがいい。最強を誇るこのドラゴンの盾まで真っ二つにするとは。これで終わりだ。今首を落として楽にしてやるぞ。なんだ、この絶体絶命の時にこの男のコスモは衰えるどころかさらに増大していく。このシリュウにはまだ残されたものがあるというのか。老師、お言葉に背いて申し訳ありません。このシリュウ、老師の戒めを破ります。シュラ、今から俺は老師に禁じられた技を使う。たとえこのシリュウの5体全てが飛ばされたとしても俺は一人では死なんぞ。たとえ5体全てが飛ばされたとしても一人では死なん。このエクスカリバーのサビにしてくれる。ファイト。
シュラ、お前は知らないようだから教えておこう。お前がアイオロスを崖下に落とした時、まだアイオロスは生きたいとはいなかったの。アテナを守らねばならぬ一心に国里から這い上がったのは違いない。そうはいかん。優勝、あの時あかん。アテナ、その命にかけて守りきったアイオロスこそ真の天下だったんだ。先ほどから感じるあの小娘の子供機関はまさか、いや、ありえん。アテナは教皇と共におられるのだ。こんな暴力を言うことなど不信じてはならん。野沢が昇竜か。今日外れの攻撃、今までとはまるで別人のようだ。まるで竜神が紫竜の体に乗り移ったようだ。そのコスモはこの修羅を圧倒し始めている。紫竜は無意識の爪を破ります。セブンアアテナのために戦う。セイントなら分かりきったこと。これぞ鍛錬の賜物。さあ、約束通り、お前も連れて行くぞ、シュラ。この技は。ロザン交流派。交流派は我が体温ある老師に禁じられていた。己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無視の技。なんだと、ライブラの老師にか。ならばなぜそうまでして戦う。なぜだ。シュラ、セイントなら分かりきったこと。アテナのためだ。アテナはこれから平和を乱す邪悪と戦わなければならない大事な人。その沙織さんが悪を打ち払い、この世が平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、この紫竜一人の命など安いものだ。お前のような男がまだこの世にいたとは。どうやら俺は間違っていたようだ。許せ、紫竜よ。アイオロスよ。紫竜、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。だがもう遅いようだ。まもなく俺たちの体は燃え尽きる。そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。これからはせめて星となってアテナを守るか。なあ、紫竜よ。このコスモは紫竜。